はい、まあ、じゃあ改めて、お疲れ様です。見たことない彼女からさ、抜かない始まったじゃないですか。いや、それはちょっとありがたいですけどね。これね、この中に入るとうわーすげー曇るんじゃないレンズ、ムワーンってきます。曇ってきた。最初手持ちの時寒くすげー。乾杯しましょう。はい、乾杯。めっちゃ美味しい。寒いけどうまいっちゃね。美味しいですね。歯多分できるよね。もう食べれるかな。わすげーってなくすかなあ。これどこに行ってさ。さすが君だ。ありがとう。褒めてあげよう。チェックして。あ、そうなんですよ。あの後チェックして。いや、僕もこれめっちゃいいなと思って。CB 缶で使えるんやと思って。うん。CB 缶でやればいいよね。CB 缶で使えるって明るくてっていうので、なかなかないですもんね。うん、でも実物見れて。ユニフレームのやつとかね、でかいやつはあるけど。それこそ沼ですよ。沼。すっごい家の。何が？あ、これだろ。はい、はい、これあったかいけね。いや、これいいですよね。結構思った以上にあったかいです。だけど暖房のサブ、ね、サブになるけなんや。ああまずいな。なんか聞こえたかな。なんか言い上がりましたか今。気のせいです。ほんと？きっと、多分こっちすげえあったかいですけど。あ、そう、多分これが一番、これが一番あったかいけどね。いや、しかもめっちゃ明るいっすよね。これすっごいですよね。それ考えたらめちゃめちゃいいっすよ。いろいろだけずっと見て何がいいかってこれにしたい。クジラすごい熱いですね、これ。クジラさっきの1個ちょっとだけ、ちょろっと。でもそれが俺の3人なんですよ。お3人の関係っていうのはどうなんですか。元同僚。あ、元同僚ですね。元同僚ですね。あ、いやいや、これはやけ、サバゲズつながり。うん、あ、そこで、俺中学校の頃、いや、その時はまだだったから、社会人になってからの時か。うん、もうなんだかんだ、顔見てから30年以上になるんだよね。何年？もう8年近いぐらいじゃないですか。だから、僕が、来年40で、俺が48、今年になったから。53になるけどね。だから年齢は全然違うんですよ。違うんですけど、なんかよくやってますよね。皆さんのキャンプ歴ってどれぐらいなんですよ。俺が一番長いですね。うちは1年と俺だっけ、キャンプ初めてあれとかってこの間も言ってます。短い、キャンプは短い。だって途中10年ぐらいキャンピングカーで動いてないから。神田さんもキャンプ自体は。いや、僕も2年ぐらいですよ。もともとだから、あの YouTube を見て尾上さんとかわかります。あの遊郭とか。そうそうテントバカ。そうそう。で、それを遊郭郎です。あの方とか見て、うん、わ、キャンプ楽しそうだなっていうのから始まったんですよ。で、俺もやってみたいと思ってやって、で、そもそもあの元々その大島とかによく行ってたんで、あのキャンプ場あるじゃないですか。はい、で、あの子供連れとかでやってるんで、将来やってみたいなと思ってたんですよ。で、あのまずは一人からやってみようと思って、そこからスタートです、ね。で、この1年ぐらいでやっと子供と一緒に行けて、あ、そうだよね、とかっていう感じですね。俺もそのスタートだよね。そうそうそう。で、キャンプやるんだけど誰かとかって言って、あ、俺やるやるって言って、で、僕もそれできっかけでまた再燃したような感じで、うちも子供やなんかもうでかいから、上の子24だし下も21とかって、さあ行こうかって2人でね。そしたら変態になっちゃった。元々変態はこっちですから。ああ、じゃあ、じゃあ、始めたっていうか、最初はあの子供がちっちゃい時の、本当にもう30年、40年前ぐらいのファミリー、多分キャンプブーム第何世代って言われてるぐらいの、第1か2かぐらいの。子供がちっちゃい頃に行ってて、で、それである程度大きくなって全然行かんくなって、道具はありましたみたいな感じで、あのキャンプでフェスを見ようっていうのがきっかけはあったんですけど、
でもあなんかソロキャンプ面白そうじゃん。あなんかなりますよ、男はなりますよね。僕あの子供の頃にあのキャンプ行ったことがあって、家族で行ったんですよ。4人で行って、でその時にあのうちの親父があのキャンプとかやったことない人間なんだけど、その場のノリでちょっと やろうかみたいな感じになって、でそういう時って絶対お父さんとお母さんが喧嘩するんですよ。なんか火が起こせないとか、それがすっごい記憶に残ってて、多分それを打開したいのもあったんですよ。なんか打開、あのそれで火を起こして、あの最終的に作ったものがあのレトルトのカレーライス。でまあそれが悪いとは言わないですけど、あの基本よね、それ基本なんですよ。なんだけどなんかそこまでにすっごい喧嘩してたのを覚えてるから、なんか自分はそういうんじゃなく、なんかこうもっと楽しい感じでやりたいというかっていうのがあったんで、多分反面教師なんでしょうね、きっと。キャンプあるあるです。あるあるですよね。喧嘩になるんですよ。できる人やったらいいけど、そうそう、できる人だったら絶対大喧嘩よね。まあなりますよね。だってご飯も食べられないし、まず火をお子さんかけて食えんけん。うちもともと火をつけられなくて、はい、助けてもらったのが、はい、ああなるほどなるほど。そこからのちょっと、ね、えらい苦労しとったけ着火剤持ってきて、いまだにまだ取ってあります。文化焚き付けは間違いないです。あれ間違いないですよね。間違いない、間違いない。文化焚き付けを使えば間違いないです。確かにロゴスの着火なんか、なんか使ってないやつがあったら、あこれ使ってないから使いいねって言って、あそこの笠戸島の4番いいですよね。4番で、だいたい3番、4番とかってね。あそうなんですか。あれ、あそこ4番で夜景が見えるんですよね、うん、あれいいですよね。ただね、木が邪魔なんよね、あのテントとタープをやるとき邪魔になったりとか。酔っ払ったら夜景関係ないけど。でも笠戸島のおっさん2人で夜景もなんかないでね。夕日がすごい綺麗ですよね。すごい綺麗ですよね。おお、一回行きましたけどね。31日行くんですよ。31日行くんですけど、あの、あと少し。あ、いや、俺もそれで4番って言ったんですよ。そしたらもう埋まってて、あの、僕の他にあと2組。あ、そんなもんなんだ。もしかしたらもうちょっと増えてるかもしれないですけど。金、最近多い。もういいからもういっぱいなの。でもあそこ本当、設備もいいし、いいですよね。俺、いろいろとこう、足して買うけ値段さっぱり覚えてる。いいですね、どんぶり勘定でできる人。違うな、大人は違うな。これ安い、これ安いって足してて買うけ、違うな、これ1個何本やったっけみたいな。違うな、そんなたくさんお金使う。君、違うな。あれ、今月ピンチです。あれですよね、あのワイルドワンの、はい、クワルツのクワルツのやつですね。あれってあの足を抜き刺したら高さ高さ変えられるやつですよね。これあれやなってこと。あれは多分テントをね選べるよね。うん。でもローでもこっちでも。そうそうそう。高さ変えられるのがいいっすよね。そうですね。失礼します。ああ。椅子こっちあります。いや椅子持ってきたんだ。持ってきたんだ。今日カレーさんあれじゃないですか、あの顔出し解禁なの。顔出しか。え、この人映っとったやつ。最初映っとったやつ。カレーさん映ったよ。マジですか。あ、すいません。なんで昔入ったかよくわからなかったけど。全然気にしなかった。最近昔入ったの。素晴らしい。いや、あれ、たぶん、からし、からし誰か持ってないかね。からし持ってない。持ってきて、からし持ってきてないですわ。俺も持ってきてない。からしの、からしがね。いやいや、何かつまみがあって。あれ、おでんが、あ、おでんがあります。あと、あ、食べましょう。はい、え、向こう行きましょうか。じゃあ中入る。誰かからしを買ってこいって言わねえけど。いや、もうみんな飲んじゃるから無理。神様の前なんかコメントでビール欲しいの人に。からしが、おー、家帰ってきた。あ、すげー、お手間かけた。ありがとうございます。ありがとうございます。いえいえ、もうこれでおでんが最高だね。今もう外に出しとったら天然の冷蔵庫だね。そうですよね。外より多分冷やりね。いや、なんか換気で開けた方がちょっと開けちゃっていいかもわからないですね。炭酸ガス警報器ないんか。ある、ある。車の中、車の中かよ。持ってきましょうか。ちょっと開けとこうか。ここ開けとったらいいですよ。うん、これじゃあせっかくなんで、あの中トロ、中トロ置いてください。いいですか。誰が切ったそれ。皆さん、あ、わぁ、すごい脂が過ぎ。ぜひぜひ。あ、いやいやいや、はい、
あ、玉川醤油。あ、そうです。玉川醤油。玉川醤油。すいません、あの、もう一回やる？はい。乾杯。乾杯。乾杯。今年もお世話になります。ええ、あれだね、最後だね。いやいや、ほんまにそうですよ。来年も公開されるのは1月以降ですけどね。1月以降なの？年内無理じゃろ。大丈夫、モザイク入りますから。大丈夫、入れます、入れます。すいません、ありがとうございます。それならそれなりにちょっと整えていけ。これマグロうまいです。繋がらないんですよ。あ、結構美味しかった。ネットダメだったら。メモに。食べたらなくなっちゃう。多分一人一切れぐらいしかない。うん。玉川醤油。これはだって、あの切れで、千何百円。地域的には。あの子何しようんだろう。なんでそんなしんみりした話になるんですか。年末なのに。今ふと思うだけ。すごいな。何か何しでも男はそう思うんですよね。男は男はそう思うんですよね。名前を付ける保存ですからね。これでもスーパーとか行って、あの夜8時ぐらいになったら腕残ってるじゃないですか。あれ結構悲しいっすよね。悲しい。うわ、この高いのが半額みたいな。ねえ、これスーパー頑張ったのになみたいな。でもあれを買うのがええよ。いや、そうなんですよ。まさにそう。ラッキーやってやった感があります。いや、ラッキー。これでも、あの、10切れとか食えって言ったら食えます？食べるよ。全然。食べるよ。食えないですよね。食えないです。いや、俺も食えないです。どういうこと？いや、油っこすぎて。全部。ルース。でも、日本酒と食ったら食えるね。いや、そうか。いや、10切れ食え、絶対無理っす。無理？食えるだろ。うるーすよ。俺食うと多分。だって、寿司とかも絶対そんな食えないじゃないですか。食うよ。よし、食べさせてみよう。元気ですよ、元気ですね。さっきまで風邪ひいたとか言いよったら、はよ倒れるからとかって言いよったら。どうぞどうぞどうぞ。まだおでもあります。管理人さんとこうやって。いや、いや、そうっすよね。嬉しいよ、こうやって飲める。いや、一緒にね、こうやって飲めると思うんだし。いや、俺もだって管理人さんと初めてご飯食べましたよ。プライベートにとって大丈夫です。あ、どうぞどうぞ。何？なぜ俺なの？いやいやいや、一緒にね。まあね、一緒に。まあまずないよね、こうやって。あ、そう、もう一回。まず知らん人がこう、やることないよ。ないですよ、ほんまに。これそうです。いやー、嬉しいっす。いやいやいや、ほんま嬉しい。いや、めんどくさいけ、ちっちゃいのにしようかなと思ったけど、こっちにしようってよかった。あれ、ちっちゃい方だとない。この間、5人で切りだったもんね。何メーター？3.2 の 3.2。 いや、でも広いっすね。さ、これ 3.2？ これ飲みます。これ3割キューブっていう。うわー、ダサいじゃない。いただいたんですよ。いただいたんで、あのこういう機会なんで正月用に取っとくんじゃない。いやいやいや、正月用に取っとくんじゃない。正月用に取っとくんじゃない。うちは、うち僕以外飲めないんですよ、全然。で、うちの親も全然飲まないんで。うちの親父は飲むんですけど、あのウイスキー一杯飲んだらもうベロベロになってるんで。弱いんだ。で、寝てるんですよ、毎回。それを10年ぐらい続けてます。学習力ない。学習力ないですよ、マジで。とか言いながら、多分この動画もね、うちの親父も見てるんで。そうなんです。お前何嫌がるか。俺のこと言うな。あの、いただき物で、あの、ニャータイサっていう方にもらったんですけど、YouTube のチャンネルやってる方で、で、ニャータイサっていう方にいただいて、あの、もともと、あの、シャチュアグの旅っていうのを5月にやったんですけど、その時に、その話もちょっと聞きたいなと思って。で、その初日に、もともといただけるはずだったんですけど、ちょっと僕は用事が合わなくて、そこから半年ぐらい経ってようやくいただいてっていうお酒なんですよ。なんで、あの、半年分のニャータイサの気持ちがこもってるお酒です。寝かせて、寝かせて、寝かせて、心して飲んでくれ。心、君にはじゃあこの鈴の、あ、ありがとうございます。おお、すごい立派なお酒。え、鈴なの？これ鈴製だからうまいですよ。これ飲むと味違いますもん。多分あのニャータイさんもみんなで飲んでくれたら多分絶対嬉しいと思うんで。そうですね。はい。ぜひ皆さん、ちょっと待ってよ。ああ、ありがとう。ありがとう。波が見つかる。
申し訳ありません。おー、ちょ。それぐらいにしましょう。はい、まあまあ、ぐいっとぐいっと。うるさいよ。そんなことはないはずですよ。もう、ヨーチャルだろ。ヨーチャルよ。ヨーチャルよ。久しぶりのお酒ですもんね。もう半年ぶりですけ。半年飲んでないですけ。よう我慢したな。僕のわがままなんですけど、ニャータイさんにいただいたんで、はい、あの、ニャータイさんいただきますみたいな感じで、ぜひぜひ。僕は名前はな、ニャータイさん。ニャータイさん。ニャータイさん。猫のニャー。ニャー。そう、ニャータイさん。じゃあ、いきますよ。ニャータイさん、いただきまーす。いただきます。ニャータイさん、いただきまーす。ニャータイさん。今のが一番良かったかもしれない。間が悪かった。いや、いいんですよ。最高。今日、サッとタイミングだった。最高だった。もう最高のタイミングだったんですよ、今。なんでそのタイミングって言ってないもう、あった。もう、まあ、もう、あの、近くの口編集の、編集の違う。編集の違う。なんでそのタイミング勝った、勝った。いやいやいや、みんながグレート歌舞伎になるから。パーツ。ブーって。電源切っちゃったよ。いや、ジョージ何を言い出すかわからないじゃん。まだまだあの言ってない、それを言う時点でまだあの飲んでないってこと。編集時代編集し者次第よね。頑張ります。頑張ります。1年半前とかってもう何言ってても覚えてないもん俺、酔っ払って。これ酔ってたもんね、結構ね。いや、ちゃちゃ入れまくりだったもんね。取りまくりしちゃったもんね、うん、動画の時。動画の時、いや初めて。あれ、いやいやいや、じゃなくてその前の前に。あ、気になってるんですけど、あのガスの炊飯器やってたじゃないですか。持ってきましょうか。ご飯食べたいでしょ。言ってください。炊きますよ。息子さん、この前トギおったね。早かったな、あれ1回からやで、2回ボイボイって言って。いや、多分飽きたんですよ。いや、あんなもんかなと思って。いや、でもね、もうちょっとやった方がいいんじゃないっていう話をしたんですけど、やっぱりなんか飽きたのか。でもなんかちゃんとこうやって、なんですか、おー、上手してますね。食べなかったのか、あるんかな、時期的に。それもあるかもしれないですね。子供とかだったら特に、冷たいからついかもしれないよね。でずっとあれですよ、あそこの水がなんで出てるのかっていうのをずっと聞いてました。あの子ね、育ててから間違ったらとんでもないよ、あの子。まあ怖い感じはしますね。あの子学者肌だから、なんでなんでっていうのは学者向きなんよ。頭がいいんだ。頭ええ。だからなんでっていう子はちゃんと育てたらすごい伸びるから。一応ね、俺考えてるのがそのなんでって聞かれたら絶対答えるんです。うん、用意はしてるんですよ。まあ、間違っても答えちゃった方がいい。いや、嘘でも、まあ、言ったら、お父さん、あの時嘘言うたよ。いや、なんかその、なんでって言われて、その、自分がめんどくさい時あるじゃないですか。あの、なんか、めんどくさいからこうなんだよっていうのはちょっと俺嫌なんですよ。なんか、あの、できるだけ答えて、で、答えた上で、あの子が分かんなかったら自分で答えを結構出してくれるんですよ。なんか、こうなんでしょみたいな。だけどね、賢いんよ。ああいう子育て方間違えたらとんでもないことになるけ。ここ間違えたらね。ここ間違えたら。でも、いい感じでね、育っとんで。ああ、マジですか。あの年であの質問するってありえんけどね、あんまり。何歳だっけ？今4歳。4歳だもんね。4歳であの質問するの。普通ありえんけどね。普通に、あの、お父さんの手伝いで次の順番、前やったことがあるからって思ってて、なかなかできないもんね。神経届いたら、あの子多分、ぐわーって伸びてる。あ、マジですか。俺あのスパッタシートを敷いた時にあのそれが何の意味かっていうのをちゃんと分かったのがすげえなと思って、そのこれを敷かんと焚き火をしちゃいけんとか、あのこれをやらんと下が熱くなってダメだからこれやらんとダメよねみたいな話をした時に、この子ちゃんと分かってるなと思いましたね。これ焚き火するんだったらね、これ引かなきゃ ね。そうそうそう、これ引かねえけんよ。下が熱くなるから。あちあち。ミオタわかる。この子ちょっと大変よね。俺でもいや、まあまあまあ、そうですね。4歳にしたら言うことが、だから大変。親が大変だもん。親が大変。揚げたこ焼きとかすごい数じゃなかったっけ？あれ。あ、たこ焼きの動画ですね。あの動画とかで再生回数見たら、すごい。いや、だから本当その自分の晩ご飯。
晩ご飯を作るのにたこ焼き作ろうと思って、うん、たこ焼き作るんだったらまあ動画にしたらいいかなと思ってあのたこ焼きを動画にしたんですよ、うん、そしたらもうちょっとで多分200万回ぐらい行くんですよ。おお、でそれがすごいんだ、ね、それでも恐ろしいですよ。だって自分があのただ晩ご飯食べようと思ってやっただけですよ。あ、たこ焼きの中に具材って何入れます？タコ、キャベツ、紅生姜、はいはいはい、キムチ、キムチ、今ね、出た具材の中で、あのね、大阪の人が許せないものがあるんですよ。え、キャベツ。え、キャベツなし？キャベツないんですよ。許せない、入ってないんですか？キャベツ入ってなくて、あの、何が入っちゃうの？山口県ってキャベツ入れるでしょ。入れる。で、キャベツ入れたら、いや、キャベツ入ったらもうたこ焼きじゃないと。それお好み焼きだって言われるんですよ。そういうことか。でも、俺としては、その、たこ焼きって、いろんな形が、その、キャベツが入るのもあるし、キムチが入るのもあるし、餅が入るのもあるし、ベーコンが入るのもあるし。もう、だって食べたいもの入れれば。そうなんですよ。で、全部美味しいんですよ。なんだけど、大阪人からすると、邪道。そうなんですよ。みんな、こう食のこだわりというか分かってくるよね。そうなんですよね、こだわりがね。で、自分自身にこだわりが全然ないからうまいもんはうまいっていうタイプなんで、だからちょっとその辺のそれが一番いいじゃないですかね。いや、食べてうまかったらうまいじゃん。そう、うまい、うまい、うまそうだと思う。こだわらなかったら逆にもっと新しいものがこれが美味しいとかって広げられるけど、こだわるともうそうそう固着してしまうじゃん。これを以外は入れちゃいけんみたいな。で、食べない、チャレンジ精神がなくなってくる。あー、俺流じゃ言うて、俺流じゃ。そうですね、あの、でも俺ずっと思ってるのが、この方言は絶対やめることはないと思ってるんですよ。やめてほしくないです、それは。あー、ほんまですか。方言がいいですもん。喋ると俺が一番ひどいよね。ひどい。自分で見たら、もうひでーとか思う。でも見たことがないから、そうなんですよ。見たことないらしいんですよ。え、自分が出たところ、何かしら標準語で喋るね、この子。自分がダメ、自分が出たところはもう、恥ずかしくて見たことないから。え、最初に3人で、見てないんで。いや、3回に分けてやったやつも、去年3回に分けてやったのもあって、それも1回も見てないんです。だから、あの、高校の時演劇部で、あの、劇出たりとかっていうよりもよっぽど恥ずかしいよ。マジか。演劇部出たの？友達があの生徒会長選挙とか立候補するんで、で、応援演説とかやるっていうんで、全校生徒の前でやるとかって。それは恥ずかしくないんだ。全然、それはね、別に何度もなかったし。そっちの方が恥ずかしいよね。俺、だってこれもんで喋ってたもん。今日のが白い敵はそ今のは流れるんでしょうか。いや、しかも、ね、跳ねて今入れたの。いや、お願いだけ跳ねて。しかも今、今あれなんですよ、あの、見切れてました。そう。これは、靴脱いだ方がいいですか。いやいや、大丈夫ですか。はい。お邪魔します。いや、でも、キャンプ場全員で来るって初めてだったのに。スタンプある。気をつけてください。あ、はい。これ椅子持ってきた方がいいですか。椅子持ってきてる。椅子入れますね。椅子が足らん。このままでいいですか。いや、全員集まったって初めてじゃんね、今まで思ったけど、こんなことなかったもんね。すごいことよ、まずないよね。そうね、こんだけ集まってね、みんなが飲んだりするでも、管理人さんがこう追ってくれるんですよ。そうそうそう、ここ追ってくれるからいいですけどね。だけみんな来るんで、いつもお世話になっとるけどね。いやいや、佐藤さん、これもう一個買おう。連結して、次は、もう連結して、あれ買えばいいじゃん、小川の路地。てか15万するんだって、あれ15万するんだ。外寒かった、やっぱ。ちょっと、いや、なんかメガネがすごい曇った瞬間に違う、外寒かった。失礼します。いらっしゃい。いらっしゃい。衣装で全然。あ、僕賢すぎなんですけど。みんな若いの。若いよね。僕が28です。僕は29ですね。おお。僕32っす。俺68。ちなみにお姉さんは。モザイクとか入れます。あ、お願いしていいですか。あ、いいです。モザイク入れる人。顔出しダメ。大丈夫。大丈夫。カニさんが。まあまあまあ、ちょっと。今日はちょっとダメ。いやいや、オッケー。オッケー。よいしょ。あった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 。そしたら。はい、どうぞ、おでん。山口インターから。これ大丈夫。焚き火テーブル、これは大丈夫なテーブルなんで。俺、白カップどこやったっけ。
じゃあ皆さん乾杯しましょう。あ、そうだ、せっかくだ。カリさんお願い。まあ、全員揃ったことで今年は1年ありがとうございました。ありがとうございました。乾杯。乾杯。今日何回目かなこれ。何回したっけ。3回か4回。いやいや、もっとしてるよ多分。でも多分ね、あの俺も日本酒全然飲めないんですよ、はい、飲めないけどこの獺祭だけは飲めるんで、はい、え、でもこの前ちらっと動画見たらなんか赤ワインかなんか飲んでませんでした。あ、赤ワインは飲めるんですよ。あ、そうです。赤ワインとビールだけは飲めるんですけど、日本酒はちょっといい匂いがダメで。ここ大金城。赤ワイン普通にこう飲んでましたね。もういや、あれは2本ぐらいは全然いけるんですけど。これも飲みやすい。リスナーじゃないけど、これ下関酒造。あ、いや、僕最初知らんかったですけど、あの彼が妙の聞いて、あ、まあたまたまパートナー調べた。へえ。すごい。あ、そうそう、前あのコメントをいただいて、うん、あ、そうなんだよ。はい、しかもあれですよ、2組やったらそうだね、僕らそうですよね。しかもあのキャンプとかじゃなくて小鳥の森って調べて。あ、なるほど、ありがたいね。皆さんああやってね、ラジオを宣伝してくれてね。だってそんなもんだもんね。もともとね、彼の力さんの動画を見てここを知ってきました。はい、で見たとかって言われるとかどこかいまして、どこで見たことありますよね。で、こちらのご兄弟ともこの間会ってね、でまたここで再会。僕も何回か見たことあるんですよ。ずっと夫婦と思ってでしょ、でしょ。3回さっきまで僕も夫婦と思ってた。ご兄弟、ご兄弟ですよ。僕も3、4回ぐらいになるぐらいですかね。でもこの前も月曜日会で来てもらって、あの時も見たっていう人も11月ぐらい。かのちさんからの初めて見た動画がおじキャンプやったんですよ。あの印象がもろで、初めてがおじキャンプ。おじキャンはすごい。小鳥の森行った後に兄さんと初めて会ったんですね。その時の後に、お、この人、この前上におった人やみたいな。ちょうどね、上であの、立ってて、ね、ちょうどこの真下で二人で、バムする人やなと思って。バムする人や。まあでもあれね、俺も小鳥の森キャンプ場はね、今年の4月にね、オープンしたばっかりでね、こうしてあの、皆さんとね、こうやってね、和気あいあいにね、いっぱい飲めるのまでになるとはね、思いませんかったね。まあでもあえてね、あの YouTube に載せてもらったりね、書き込みしてもらったりね。だってゆるキャンが冬キャンじゃん。そう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 。3年ぐらい前まで、だってカサトとかって正月誰もいなかったの。今多い。今多い。だって新平ヶ原でも冬誰もおらん。本当初めはね、3人だけの予定だったんよ。ああ。もうこれだけだなと思ったら、次からまた入ってくる、入ってくる。ああ。だから、その、この3人以外にいると思わなかったし、あの、こうやって、まさかこのキャンプ場の全員が集まると思ってなかったから。思いませんよね。思いもしないですよね。動画撮られとったじゃないですか。はいはい。あの時、テントの中で爆睡しちゃったんですよ。起きちょけよかった。そうだったんだ。たこ焼き君。あ、そうそうそう。ああ、そう。平日じゃないですあれ。いやいや、違う。土曜日。あれ土曜日だったの。あれ週末だったっすね。昼間ぐらいだった。昼間ぐらい。なんかあげよう、先言っちゃった。小川のロッジシェルター。うわぁ。15万だからさ。火炎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 。火炎火炎火炎。今度は開き方が。かっこええ。かっこええ。かっこええ。買ってる人が何人か知り合いにいるだけだよ。予告したら大体この男買うけえ。今度来た。今度来た時あるよ。そんなこと言ったらね、俺もう1年以上来れないくなるからバーナーととかってつけてったら結構ね、いい金額にすぐパッとなるから。でもおかしいでしょうがないそんな褒めてもらっても困る。何を言わすんですか。いやいやいや、かけちゃう。先週キャンプ行ったんだけど、もう雨撤収。ああ、初めてですよ。もう乾かすの大変でしょ。家の中で、家の中で乾かすのか。いや、本当びっちょびちょの状態だったんですよ。どこだったんですか。もう釣りした状態で水がぶわーって漏れる。いや、まだサーカスそこがないから。なんか染み込むけ。で、もう家の中にブルーシートのでかいやつを引いて、まず水が漏れんようにして。
やっぱりカビタルは買い替えない。そう、もうサーカス買い替えましょう。デラックス。ちょうどこの人がね、持ってますもんね。全然使ってない人がいるんですよ。今日じゃあ宴会場デラックスするとか、あ、もう一個建てるとかって聞いたら、今日はいやーとかって。これがなかったら、サーカスのデラックス、ここに建てちゃったんでね。宴会場にしようかなとか。今僕が建ててるテント、サーカスいいし。テントマークの、うん、あれサーカスいいの、うん、もう一個持ってるんです。募集用のパッチが出たからもういいかとかって、だから安く買えるかもしれないですよ。直そうかって今安く買えるかもしれないですけど。俺も今日今座ってる椅子にこう穴開いたんですけど、何がしなんですけど、タバコか炭か、もういやどれもやみたいな感じが。最近カバーで引いたいのやつがあるだろ。ああ、あるある、ね、椅子も消耗品やと思っちゃうんだよ。それは言える。でも少々穴開いたぐらいいいっすよね。別に味いいっすよ。俺もう一個持ってるやつ穴だらけよ。でも焚き火のひらでこうやって2万とかかったら穴だらけだもん。買い替えるって、いやもうちょっと使おうかなとか。この俺パチモンだけ安いけ。あ、そうか。俺でも今穴開いたやつがあのヘリノックスのパチモンの、最初友達が言うパチノックスってやつ。これをパチノックス。パチノックスだけど、これも。おお。俺ビーチチェアのパチノックスの。なるほど。これもパチノックス。これヘリノックス。あ、え、これヘリノックス。え、これヘリノックス。やばい。俺本物触ってました。なんかヘリノックス買うの高いなと思ってパチノックス買ったんですけど、二人がヘリノックス買ったけ。おお。なるほどね。いやもう洗えてももうパチノックスか、あ、ヘリノックスかええやと。さっきもパチノックスよね。プロパチノックス。パチノックス。二千何ボロね、リーズダブルな。いや、俺もこれ欲しいんですよ。これでしょ？うん。これ4000何ボロやったら確か。回転式のこれ、これね、誰かの YouTube で上げてましたよね。うん、スイングの、スイングスイング。この回転する。これでも楽、回転するのが楽だ。楽、本当に。で、色もいいし。それからロッキングチェアのやつ、これ Amazon で検索したら出てきますよ。ザイススタイルでしょ。4000、確か4000の名前だったと思うんですよね。とにかく揺れるような感じで。いや、ロッキングチェアいいですよ、でも。飲める側からしたら、こう飲めない人って、こう飲める人に合わせてこう割り勘で、一緒にこう同じ額を払うみたいな。そっか、そっか。飲める側からしたら、それもう飲ん状況忘れちゃうんですよ。かわいそう、あ、後々考えたらかわいそうやなと思いますけど。そっか、そっか。頼むで、今度から。俺は宿泊料や。毎週泊まりやがってから。毎週泊まりやがってあ、でも68なんだよ。俺定年してすぐぐらいなんかと思ってた。いやいや、今は68よ。だけど若いですよ。 68?68 って動画に流れるときはちょっともうちょっと若く言う。編集して編集して65ぐらいでしょって。あんまり変わらない。でも68ぐらいで、要は25年ぐらいですか、ここを作り始めて。43ぐらいから作り始めてって考えたら、すごい半端ないですよね。俺じゃ、俺じゃこれしかないの。それこそすごいね。そう、言い切ってしまうのすごいね。しかもまだだって、あの、お風呂とか作るでしょ。何か、まだまだね。何か用語があったら言うちょって。トイレが増やしてほしいのと。いや、お湯なんかお湯。贅沢よ。いや、でも俺トイレ好きっすよ、あの、匂いが。ヒノキの。ああ、そうそうそう。あれ、なん、あれ、あれ、あの、空気循環させるんですか。あれなんでって思う。あれ、あれがある。全然匂いがないから。あの、あそこ、ヒノキの匂いですよ。シーンで言うなら、トイレットペーパーがちょっと外れやすいという。あれは買いどこ、買いどこ。男用のショーでもあればとね、すごい楽だなとかも。そうね、男用のショーと、それとあの、炊事場がもう一個ぐらいあったらいいかな。みんな贅沢やな。聞いてくれるから、私もソロしたいんですよ。で、すごいこう聞いて回ってくれるじゃないですか。安心なんで。安心なんです。確かに安心。ここなら大丈夫かなっていうその不安が。そのチャットがね。体が回るじゃないですか。ね、安心しっかり声かけてくれてたから。ちょうど。やるならここだなって思いながら。本当に。でまだだって女子のソロキャンって見たことないもん。いや俺も見たことないです。俺もないですね。そう言われてやらなきゃ。デートだから。やらなきゃ。やらなきゃ。どうぞどうぞ。やらなきゃ。見たことないわな。変なおじさん来たら大変よでも。お兄ちゃんが福田さん。いやでも俺らしいんですよ。本当最近。なんかね声かけられるね、なんかナンパするやついるらしいですね。ナンパするやつおるけど。いますもんね。気をつけてくださいよ。どっちがいい。今なん俺。
今気になっちゃうのは、うん、冬じゃないんです冬に合わんなんですけど、うん、ゴーランド軍の軍幕が欲しくて、ああ、もうキャンプなんか自己満と思っちゃうんだよ、まあまあ自己満、そう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 、でここがこだわっての世界だから、ね、それがね、だから女性が認めてくれる、認めてくれないんです、ボタンみたいなパチパチパチって止めていくやつね、ポーランドのやつ、あんまりテント俺人と被りたくないんですよ、あ、7月まではやれんことはないけどね、そこからはもうキャンプシーンのオフだね、 6月までやるけど7、8、9は基本、もう絶対やらねえか、あんな忘れてるか分かっちゃう、俺今年の10月から始めたんですよ、一緒ですよ、はい、それでまだ2、3ヶ月とかなんですけど、10月から始めてもキャンプ14回か15回ぐらい、すげえねそれ、逆に夏を経験してないんですよ、ああしない方がいい、夏はしない方がいいね、ただ暑いだけだ、 10月の頭の時点でもう俺、うん、最初あのテントインナーシュラフのあれ、うん、めっちゃ開けだったんですよ、そしたら寝るときにめちゃくちゃ虫がおって、あとはね虫がいないところに行く、標高の高いところ、あ、うん、ただ標高高ければ虫自体蚊とかもあんまり来ないから、うん、少ないから、この辺って言うたらどこ、長野山ぐらい、ないね、やっぱ俺禁酒しようかな、やっぱり酒飲んだらやっぱ口が滑るな飲んでなくても滑ってるね、いや滑るのは会話も、いやひでえこと言うな俺、酔ってなくても滑って、変だ変だって歌い始めるよ、変と変の宇宙を大変知ってんのか、3回目これもう放送決定だけ、めっちゃ使われてますもんね、うん、ね、え、そうなんですか、聞かれてます、え、動画で彼女さんがめっちゃ3回目、これ3回目で、ね、この歌がうるせえやつだろ、じゃあなんか違うの、違うとこに行かなきゃいけないんですか、あの帝国歌劇団のギターソロがめっちゃかっこよくて、へー、で、今あの新しくなりますよね、あ、ね、新しい、新しくなった、新しくなるんですよ、で、あの歌がそのまんまで、うん、A メロと B メロが違うんですよね、で、サビが同じなんですよ、声優さんは一緒、違います、声優は違う、あ、違うんだ、で、歌も全部変わるんですよ、サビだけ同じ、サビ一緒っていうのが YouTube であったんですよ、あの歌はあの声優さんじゃないと、そっちだから、あ、分かる、まあ、いい年だし、うん、あれ、あれ自体がもう何年前よ、よいしょ、いやでもあれ、あれマジでいい曲っすよね、あ、これヘリのくせえな、瀬方三四郎の世代です、いやいやいや、それは知ってんのか、え、それは知ってんのか、あ、そっか、瀬方三四郎知らないです、いや、わかんないです、あ、セガサターンも多分知らんと思う、いや、セガサターンは知っちゃうっすよ、あ、セガサターンとかドリームキャストとか知ってます、流れの瀬方三四郎って知らない、ニューコマーシャルがあったり、瀬方三四郎って俺、シーモアぐらいしか知らないっすわ、シーモアやったり、あ、でもこの人数でギリ10人何俺今2、4、6、10人ギリか、これ、あ、でもこれもちょうどいいぐらいよね、10人、いや、やっぱりこれはもう、なんで私を映してんの今カメラ見てびっくりしたよ、いや、そうでしょ、俺は換気扇、とりあえずモーニングじゃないかな、モーニング映ってるよね、扇風機だ、じゃあサーモス持ってる、サーモス持っちゃう、うち全部サーモスやね、そういや、サーモスもいいよね、うちも、あ、でもこれすごいね、この保冷力全然水になってないもんね、え、サーモス結構持つんですか、ビールとかこう入れちゃっても、あ、あれ持ちますよ、あれもいいよ、大体もう梅雨まで、梅雨ぐらいまでかなと思っちゃって、いや、夏、夏でも全然、夏こそ本当ね、温度が下がらない、下がらないんすか、うん、俺一回なんか動画でやったんですよ、あ、そうなんですか、実験で、うん、そしたら、やったんだね、うん、2、3時間経っても全然変わんなかったんですよ、マジですか、うん、思ったはやっぱり下がってるんだ、はい、あの上がってるんだろうけど、まあ、もちろん自分が飲む感覚で言うと、あ、まだ冷たいっていう感じになるから、すっごいあれはおすすめ、うん、安いよ、めっちゃ最近コマーシャルやるよ、あれ一番の理由は朝起きれない、いや、そうなんですよ、一人暮らし始めたら速攻遅刻し始めたんで、だけどは社会人としてアウトよ、寮とか社会人としてアウトよ、寮多分ダメだと思いますよ。実家が豊富なんで。あ、そうか。これ二部作に、二部作にします。全米公平と。年末に。とりあえずあのモザイクとあのピーッ、あ、いえいえ。多分ね、後編であれですよ、あの、みんなが勢ぞろいするみたいな。え、結構そういうの、でもそれでまた広がる系ね、いやいや、そうそうですよね、またこう認知度アップの
ためにです。いやいやいや、フル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 あんまおお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 自分のところに来てくれるキャンプメンバーがみんな集まってこうやって飲むようだけ、変なおじさんって言っちゃいけない、変態なおじさんなんだよ。君に言わなきゃいけないんだけど、そんな褒めてもらって、照れるな、恥ずかしい。そんな終わったな、酔っ払ってるから。え、何か違った？1年前を思い出しました。なんだ、罪はというね。そうです、私が変なおじさん、変なおじさん。いやいや、変なおじさん、こっち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 、俺ドリフ大好きだぞ。変なおじさん、すごいな。俺カラオケのお箱ドリフターズだ。出た。すげえ、年ごまかしてるな。いや、ほんとですよ、ズン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 。すげえ、それを言うか、すげえな。そっちなんだ、そっち。すげえ。カリさん的にはどうなんですか、来年のなんか展望というか、こうなってほしいみたいな、なんかあったりするんですか？何にも、まあ、あんまり考えちゃわらんねんけど、なんかイベントに近いようなことを。なんかイベントいいですね。ゴールデンウィークとかね、なんか面白いですね。みんなが休めそうな時にこう、なんか行くね。まあまあね、あれ。今年初めてキャンプ場オープンして、まさか12月28日ぐらいにこんな感じになると思ってなかったっすもんね。もう12月はもう全然ね、お客さんはない。あこんなに盛り上がるような日がね、あるとは思わんかった。これはまたこういうあれは来年もね、あるだろうね、またね。ずっとね。まああれでしょうね。ここにおるメンバーはいずれか会うでしょうね。会うで。いや間違いない。パチンコの話とか。変わりなく接してくれたら。こうやってですね、初めて会う方。初めて会う方も一緒に、ね、楽しめるキャンプ場っていうのが、小鳥の森キャンプ場かなと思います。みんな、いいか、はい、やるぞ、はいはいはい、新年明けましておめでとう。いや絶対会うから多分。ありがとう、今日はありがとうございました。ありがとうございました。瓶、めんどくさい瓶持って帰ります。うわ、いいですか。自分の方いいかと。明日、ゴミの日なんで。わぁ、すいません。じゃあ、お疲れ様でした。ありがとうございま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 した。おやすみなさい。いや盛り上がったな。うわぁ、やるやる、この親父が。どうも。あ、どうも。はい。入りますか。はい。ありがとうございました。どうも。ありがとうございました。本当に。ありがとうございました。ババゆっくり。また来年も。よろしくお願いします。明日、皆さんゆっくりしてて帰ってください。はい。ありがとうございました。ね。ありがとうございました。ありがとうございました。疲れです。結構いい時間まで引っ張ってすみませんでした。いえいえ。すごい楽しかったです。また来年も。来年もよろしくお願いします。お願いします。はい。いやー面白かったっすねー。すげえね。3回目になるとこうなりますか。なんかだけもう見ましたとか出会ったっていう人が増えるんで、それも大体見てきた人が多いからね。俺も本当正直こんなに盛り上がると思わんかったけど、ここまでこんなになると思わんかったけど、こんなに人数がいて、でまさかみんなと一緒になると思ってなかったんで。意外でしたよね。意外だったけど、まあここならではな。まあそうだよ。多分あの新平川だとこうならないですもんね。ならない。他のところだとこうならない。絶対無理だね。うん。ビール飲んでいいですか。どうぞ。まだあるなんかお酒。あ、そうだ。隅の方が残っ、何？なんか残ってない。レモンサワーが残ってますわ。レモンサワー俺さっき一本飲んだ。あ、マジです？俺もう無理だね、もう酒。もういい。マジですか。じゃあ俺隅の方飲んでいいっすよ。いいよ。残ってたら俺もう一個。ああ、じゃあ、そこに入っちゃおうかね、すみません。あ、違うじゃん。向こうか。向こうかいね。ちょっと取ってみます。もうなかったっけ。おじいちゃんは眠たいもん。でーんね。11時だもんね。俺もう絶対寝てる時間だもんな。10時よりあと起きてることないもんな。あ、
そっか、アサリの酒飯忘れてた。おー、アサリがあったんじゃん。アサリまだで、あー、忘れてた。チーズ入れます。ルル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 。あ、ありがとうございます。ちょっといただきます。俺半分一本もらう。あ、いただきます。最後もう酒盛り。いやでも今年も1年は本当ありがとうございます。いやいや楽しかった。ありがとうございます。楽しかったです。今年はだからこれで2回。うん、今年で2回。2回ですよね、うん、10月やってたもんね。そうっすよね。でもすごいね、あの本当東北の方旅行一人で行ったり、ね、いや今年はなんかいろいろやったっすね、うん、ようやったね、うん、やっぱ競馬1台でね、機動力云々とかもあるんだろうし。はい、本当はあの九州も行きたかったんですよ。九州か四国か。あ、今年に行きたかったんですけど、それはまだ無理せずに来年とかね。そうですね、来年ぐらいに行ければいいかな。情報調べて。結構減ったね。いや結構よく食ってるみんな。もう本物だ。本物だ。串系はもうほとんどないしね。あのちっちゃいあれ、キャベツのやつ。あれもうまかったよ。あれ俺結局食べてないんだけど。あ、俺も一個も食べてないです。そう。いやマジで。入れたよ。食べたかもしれないです。入れたよ、俺確か。マジっすか、うん、いや、俺食べた記憶がないんだけど。食べた記憶がないんだ。酔っ払ってたのかな。うん。俺、確か入れたよ。マジっすか、うん、気のせいじゃなくて。うん。あ、入れた。美味しくいただきました。うん、あ、そういえば、あと1人前残ってますよ、おでん。明日俺、寄付して帰りますわ。それがいいかもしれないね。あの、残飯処理みたいな感じで。残飯処理食えよ、お前らみたいな。あの、買うときは、すぐ食べるつもりでいるんですけど、翌日になったらもうなんかどうでもよくなんないですか。違う、あの昼飯食ってないからみんな腹減ってるから。 あそっか、うん、それであの腹が減ってるから食える食えるってバーって買うんだけど、絶対食えない、絶対食えないって、うん、何回も何回も何回もこの二人でやってるから。いやでも今日のお刺身美味しくなかったです。うまい、あれは最高。あれうまかったっすよね。トロうまかったね。うまかったっすよね。今日何度ぐらいまでなかったんですか。ね、テントの中に入れちゃったのがマイナス1度ぐらいだったかな。あ、じゃあもっと下がってね、夜中には、うん、だってあの、あ、寝ようかって言った時にちょうどみんな凍り始めたけ、うん、あれから夜中の2時ぐらいに一番最低気温ぐらいになったんじゃないかな。マイナス3とか、うん、あそこ氷の、あの、でっかい鉄板で俺これぐらいの肉焼いてみたいんですよ。でこうみんなで切り分けて、切り分けてな。1万ぐらい出したらこれぐらいの買えます。買えると思う。たぶんどこへ売っちゃうかね。手に入れるやっぱ肉屋に直接、お肉屋さんに言っちゃったら多分、多分でもこれぐらい厚いやつとか焼いたらうまいよね。いいでしょうね。たまりませんな。ロバタ大将ですよね。あれが4つに焼きそば鉄板に、ユニセラ2つに、やろうと思ったらできるよって、うん、ずらっとそれ並んだら爽快でしょ、ね、誰が焼くんかそんだけ言うと、ね、誰が小さい言われる端から焦げていきそうな。そうそうそう、ジャージャーってでもほんまあれですよね、ここに10組ぐらいこう、まあ、周りこうテント張ったらやってみたい、ね、面白いよね。あれが大変だね、編集 が。どこカットしようか、カットこう言うてからほら、おはようございます。おはようございます。よう寝れた。お疲れ様でした。また今度ありがとうございました。ありがとうございました。おじきゃにワコードが混じっちゃうから、ね、20代は赤やなディーゼルじゃん。
次は告知するそうですよ。いつやるって。次回ね、これやるときは。おじキャンやるときに。合わせようかな。ぜひぜひ。ああいうユーチューバー同士の横のつながりとかってあるんですか。いやー、あんまないっすね。あの、たまにこっち側来る人とかが会いましょうかみたいな話があったりはするぐらいで。だってあの東北の旅行ったとき初めてなっちゃんに会ったのね。あ、そうです、京都で。それまであまりなっちゃん知らんかったよね、この人。うん、そうです、そうです。夜勤をしてもらったあれだったっけ。そうそう、あ、そうです、ベッドのあの時のやつだっけ、うん、え、いや、とりあえずこれだけ片付けてタープを立てんと、あの居場所を作らんと、うん、片付けしようってからチャンネル登録じゃあ、ありがとうございました。お疲れ様でした。またじゃあ、またありがとうございました。またありがとうございました。